大変だ、細いマリオがみんなどんどん狩られていく。マリオ狩りの実況プレイやっていきたいと思います。行きましょうか。今回マリオ狩りの実況プレイになりますんでね、マリオ狩りとかけまして、で細いマリオが狩られていくよという形になります。お願いします。なんか見たことないステージ来たぞ。なんやこれ、ヨッシーのなんかっていう構成が、初見じゃんこれ。バックフラワーとかも走ってるで、なんか新キャラやね。バナナ3つ展開してハンターにね、しっかりとバナナを投げつけていく。マリオ狩りをしているハンターいますから、すごいなこの角度、めっちゃ楽しい。でどうなる、ジャンプリザメンバー行っていい。うわ何これ、絶対初見やんなこれ。また新しいコース、任天堂追加してるぜ。おね、今のほら、お山が可愛い。ほらあの眉毛の人、紫のめっちゃええやん、あいつ可愛い。なんかあれにおるよな、あいつ見たことあるわ。あこの花も見たことある、あのあれやで、ヨッシーアイランドや、本物のヨッシーアイランドっていうゲームね。あれは何やったかな、 PSP じゃなくて、なんていうのやったっけ、ゲームボーイアドバンスのさ、なんか四角いやつ、なんてやったっけ、 SP や、そうゲームボーイの SP みたいなやつで、なんか誰かやってたのを見たことあるわ。それや、俺ヨッシーアイランドのソフトは持ってないねんけど、ちょっと見ててん、なんかベビーのマリオに乗って、でヨッシーでなんかやるやつやったと思うねんな。懐かしいな、あの時ちょっとほんまに子供でしたから、ちょっと記憶が曖昧ですけど、あいやつは行った気がするな。さっきの眉毛の、これこれこれ、眉毛の人、うわー元気そうでよかったな。眉毛の人現役で頑張ってんねや。さここのなんか木琴のさ世界線めっちゃいいよな。はい、いいよ、トゲゾーコーラが、お2人に直撃したんじゃない。しかもメダルがなんかヨッシー仕様に当たらなかった今、すげえ。1行くわ俺、あなんか周回遅れ、俺くね、誰かおるぞ。なんやお前、変なやつ、周回遅れのやつにスターで反応くれられたらどうすんのこれ。ちょっと待って、前見えへん、キラキラ、いたー、だから言うたやろが、最悪や、周回遅れのヘッタクソになんか俺邪魔されてんけど、嵐やんあんなん、とんでもないな。あいつおるときサンダー飛んでる可能性あるわ。ちょっとこれインコースから出しに行こうか、失礼やけど、私ビロイボーダーで適当に撃っとるな、レオッチ。いや2判定なってるぞ、大丈夫か。早め着陸からターボの準備した方が良さそうやな。インコース勝負になりそう。オッケー、ナイス、ミドルゴール先にあるんだから、おそらく大丈夫ちゃうか。残せー、キノコ落ちる、キノコ落ちてる、残せー、うわーキノコ、うわー今危なブーメランで空気切られるとこやったわ。3、2、1、ザキョー、さあ行きましょうか。部屋変えましてね、行きますよ。部屋変えて今1万台の部屋に入ったのこれね。ちょっと1万台やとね、俺の方が格上になるんでね、まあ、1位どんどんもう取っていこうかなと思いますわ。お願いします。エキサイトバイク既存のコースやし、しかも今回俺マリオじゃなくてピンクゴールドピーチ使ってるんで、かなり勝てるかなっていう感じ。ピンクゴールドピーチ普通に速いですからね、速度がお気に入りやね。めちゃめちゃ直線だけで出し抜けるんで、ほらこのように直線だけでヨッシーとかね、もう突き放していけるんで、距離詰まっちゃってるからね。行きましょう、インコースからガンゴリとウルトラミタオのこのターボの伸びとかもね、やっぱピンクゴールドピーチすげえ強いですからね。ほい、ジャンプアクションをしっかり噛み合わせて、コインの枚数もええ感じができて、しかもダブル防御アイテム、ただこれはあんま強くないな。結局トゲゾーゴールでやられるから、どんどんクラクションガチャしていこうか。インコースからアイテム交換、あトゲゾーゴール来たね、やっぱ言うてたら譲り間に合えよな、譲りは間に合わないで大陸の直撃という形になりましたんで、まあ追い込んでいくしかないな。さにゃー言うてるな、猫マリオ、猫何や、猫ピーチか。なんかこのゲームなんかピーチ前も追加されてなかったっけ、ピーチの種類めっちゃ増えてるやん。ここはまあダブルアイテムいけるか、溶かされたおかげで、よし溶かされたおかげでダブルアイテム取って、キノコ、いやこれ結構やばいな、集中狙いされたおかげで、もうファイナルアップ来るやろ、ファイナルアップ来てしまったな。これコインの枚数はいけるから追い込める体勢ではあるな。しょうもない、クソゴールやめろ、危ねえ、今のテレサ一瞬で使ったの偉いな俺、クソゴールは絶対嫌やったからな。肉お前どけ、無理か、ダブルアイテム取りたいけどシングルでいくわ、ここは妥協で、多分肉にダブルアイテム取られるから、 SSS 取りたいけど無理か、風取れない、そして大丈夫、あいつスター使ってるけど俺のコインの枚数でおそらく出し抜ける。横から失礼しましょう、ふっ、最後のダブルアイテム、永続的キノコ使います。でダンサー全てすり抜けて3着潜り込んでいく。3、2、1、ギョーザ、もうカントリー行きましょうか。さあ今度こそ1位を取りたいって感じやね。さっきはちょっと食らってしまってからね、リカバリー間に合わずとか、もうちょいでね1位やと思う、逆に言えば
すごい勢いだった。やっぱコインって強いのよな。コインがマックスのピンクゴールドピーチにはやはり皆さんも通用しませんからね。今回はマジで勝ちに来てるんで、マリオじゃないっていう観点からもう本気なんだなっていうところ。普段も別に本気やけど、そこちょっとアピールポイント。ピンクゴールドピーチやっぱね、1位の確率上がりますからね。期待って大事やね。スカイローラータイヤも履いてますしね。空豆はねやっぱおすすめ。曲がりやすいのよこのバイクって。これバイクやけどね、車なんですよね。性能が本物のバイク使ったらね、めちゃくちゃ急カーブ曲がれたりして、すげえ曲がりは強いねんけど、扱いにくいっていうのはあんねんけど、この空豆はね車のようにして扱えんのよ。空豆バイク、実質バイクですこいつは。あ、実質バイクじゃなくて実質車です。実質バイクですやったらそのままやないか。コイン回収しようか。サンダーは来そうにないからね、距離的に。ここはしっかりスター使っていって、ほい、圧かけていくわ。圧かけて順番に省いて飛ばしていくわ。シングライでも取れていく。さあもうファイナルアップ。飛ぶところはないっす。いってお前やめろや。何当たった今の。ほら、うわー最悪や。やけくそ花が攻撃すんぞ、そんなすんのやったら。牛ちゃんに当たった、あかん。いやー好き勝手しとるマジで。最下位な俺。キラー来い。うわーラブライブ取れない。キラー来い。キノコだ。さばかすナイス。諦めんな。さあ肉、肉出し抜きたいね、せめて。いけ超絶インコース、肉を出し抜きたい。いけー、どうだ、肉抜いたでしょこれね。肉出し抜いている。3、2、1、さあ行者シャボンロード行きましょうか。ここジャンプアクションか、あんまり分からへん。なんか洗面台いうことで大丈夫ですかね。すげえなこれ世界線が。なにこれ、出したことあんねんけど覚えてないというか。あ、ここ下なんや。すげえ、なんかあそこ吸い込まれていくんや。うわー、なんか面白い。ほんまにこれユニバーサルスタジオジャパンなんじゃねえかっていう、そういう感じですよね。なんか世界観が入っていく感じが、あれに似てるよね。なんやったっけ、ファントムロードザライトじゃなくて、なんや、スペースファンタジーザライトか、それや、スペースファンタジーや。今の入っていく感じ、スタートみたいなね。この間行ってきましたからね、つい先日行ってきまして、ユニバーサルスタジオジャパン。そこであの鬼滅の刃刀鍛冶編やってましたからね。スペースファンタジーザライドめっちゃ面白かったね。スペースファンタジーってめちゃくちゃな動きして怖いかなと思ってたんですけどね、何回も乗ってんねんけど、かつて昔からいつも怖いイメージあってんけど、今回ねしっかり画面を凝視して乗ったら、ちゃんとねそのどこに行くかルートが前に見えてるんよな。敵のさ竜に乗っていくねんけど、それのルートが見えてて、あ、こっち行くんやなと思って、思いっきりもう目開けて乗ったらすげえ楽しかったんで、スペースファンタジーは面白いね。でハリウッドドリームザライドもねやっぱり乗りましたけど、いいね、なんかふわーってする感じがすげえ楽しい。ただね人がちょっと混み合いすぎやです。あの昔はねほんまあの最短で5分待ち10分待ちとかでさ、平日やったらハリドリ乗れたのに、今とか普通に120分とか楽勝で超えてくるレベルですからね。海外のねお客さんが増えて順番待ちがメインっていう形ですよね結局ね。めちゃめちゃ待ち時間長かった。だから乗れる回数少ないよね。ほい、そして値段も上がるという、値段上がって乗れる回数下がったからかなりハードル上がりましたね。ここでしっかりと木登り代わり使ってきます。そろそろゴール来てしまいそうですが、どうだ、最後の最後アイテムあってことはまだゴールじゃない、チャンスがあります。俺にもスター来い。スターないんかここで。ジャンプアクションで、あ、こっちから行けるって前の人が教えてくれた、ありがとう。インコース、最後のグライダーチャレンジ、ゴールインです。シャー6位。3、2、1、ザ行さあ行きましょうか。やっぱね、あのユニバードが行ったらいいなと思いますね。なんかこんなに人っておったんやと思ったね。結構普段ねこう実況で生活してますから、家におることが多いからね、あんなに人間おったんやっていう、すげえなと思いました。やっぱり体験できたねほんまに。やっぱねたまには外に出るとか大事ですわほんまに。ハイラルサーキット来てますんでね、こっから頑張っていきましょう。ハイラルのメダルを回収し、ほい、今度ショートカット、ノーアイテムショートカット。さあここはぴょんぴょんして、お、ありがとう、レイジが助けてくれた。インコースから行きましょう。ガチで勝ちに行くわ。さっきはね喋りすぎてシャモンロードがね全然
集中できなかったというところありますから、ここはしっかりとも1位いきましょう。ピンクオールドピーチ失礼ならないようにね。いくぞ。こう、あ、ユニバで言えばね、ドンキーコングも追加されるらしいですからね、楽しみやね。マリオのコーナーはね、もう売り切れてましたね、普通に。マリオワールドのコーナーってチケット取らなあかんね、最初に予約して。でももうすぐね、売り切れですってなってた。売り切れというかね、テイオーバーみたいな。マリオワールドのエリアに入れなくなっちゃうもん。さあ行きましょう。インコースからしっかりと3番手、しかも西村の奴隷とかもおるが、ここも前出ちゃうか。ちょっとあのミドルボール当たるのややこしいやろ。トレゾーボール来る可能性もわからへんし。はい、ここウルトラウィーターボからの、はい、この青タオ処理ね、完璧な処理、理想系総理ダイレクト爆破。よし、これでよし、デイジ爆発いいよ、これでかいよ、突き放せ。よし、クラクション来た、買ったわ。サンダー以外大丈夫やね、これほい。で、ここはミスらないように確実にこっちから処理するわ。ほい、急いでゴールしよう、サンダー来たらややこしいから。突き放せ、最後ウルトラミターボでカッコン、ゴールインです。トゥーワンザギョーさ、久しぶりやね、このなんかココナッツボールいうやつやんな、これ。これ俺あんま1位取ったことないけど、このレート帯なら通用するっていうとこあるからね。さっきのね、あの西村の奴隷っていう方はレート3万なんよ、新しく入ってきた方でね、強そうやから、やつにさっき勝ってますからね、実績的には俺がナンバーワンの可能性もあるわ、これ、メンバーズ・ザ・ハイの中で。ほい、マリオカートね、あの結構楽しいなと思ってて、前回のマリオカートもね、結構高評価たくさんいただけたんで、また高評価よかったら押しといてください、マリオカート好きな方は。いろいろやっぱね、高評価って見てもらうんですけど、いつも結構ね、マリメもマリパもね、200は超えてくれてて、皆さん優しいな思いますわ。高評価多かったらね、あ、女はこんな高評価すんだったらもう一回マリオカートやろうかとかなるんで、まあ、よろしければね、高評価の方押しといてもらったらといったところですかね。ほい、ジャンピングからこれ右に曲がるのか、ちょっとごめん、記憶が喪失した。青ボーラいて、青ボーラ、青ボーラが2に対して、よし、あ、噴水でなんかふわふわしてんな、コイン足りひんわ。ちょっと逃げるにはまだ早いね。ここイン入っても早いよな、さすがに。インから、はいはい、こういう構造か。ここ俺いつも上行ってたからな。赤ゴールに関しては大丈夫。さあ、ポンノスケさんの姿がありますが、うわーあれ、そんなんあんねや、なんか。何それ。車暴れるとかあんねや、使用上。知らんかったわ。前半の人はそうなんかな。いつも俺、後半やったからさ。ほっ、さあ、ここポンノスケちょっと見捨てたね。後半やったから、なんかあの、暴れ終わってたってことか。初めて見たわ、あの暴れてるやつ。K4 やったっけ、あれ乗ってるやつ。インコース、いや、アウトコースでいいか。コイン取って、ほっ、さあ、トゲゾー出す、こい、トゲゾー、クラクション来た、でっかい。いや、これちゃんと、やべ、これ打った方がいいわ。打ってから投げ払って、ふっ、今のクラクションいいね、だいぶ熱かったぞ、もしかしたら直撃したかもしれんよ。どけ、じゃあまた、うわー無理か、やめてー、早くゴールして、ぴょん、4位。ワンツーギョーさ、行きましょうか。マリオサーキット的なやつやな、俺これ好きやわ。こうなんか昔のそのスーパーファミコンのやつ俺やってたからさ、その昔ながらのやつ好きやね。幼稚園の頃からねこれやってましたから、マリオカートってスーパーファミコンで、すげえよ、楽しい。子供の頃からもうゲームハマってましたからね。それでもう幼稚園のその一番小さい頃、年少さんあたりから俺もやってますから、その時からあのあれあるからね、スーパーマリオワールドとかもやってましたから、マリオ好きやねん、もう昔から。いけ、アタック、まずあのタイに対してアタックいきつつ、相手、まあここ1位取ってもしゃあないから泳がせるわ。火を泳がせて、でトゲゾーボーラの餌にして、俺はそのキノコで最後出し抜くっていうプランが一番勝ちパターンやから、相手も交換せんとくわ。総力だけで詰めてコイン回収しながら、ほい、ちょっとブレーキング入れてあげて、よし、総力が、よし、大丈夫だね。技術の問題があれだみたいです、やつに関しては。さ、サンダー食らっていく。さ、キラーでサンダーがいっぱい出たね。一旦控えなあかんわ。おそらくすごい勢いで後続殺到するはず。わざとゆっくり行くわ。さやな、出し抜いてくるよな。肉がやばい。肉はあいつ、キノコ持ったまま、最終ラップ入るな。トゲゾーいった、トゲゾーいった。でもトゲゾーいったけど、ナイス、よっしゃ、これあいつキノコ落としたからでかいぞ。お尻キノコちょうだい。うわー、捕らえた。しかもサンダー回避っぽいね、あんた。
ヨッシーが3打返してるわ。あいつありがとう。この人、この人優しい。俺にめっちゃ分けてくれる。ダブルアイテム、なんか特造一発ないんか。赤ゴール一発打たなあかんな。どちらにしろ赤ゴール一発いくわ。アイテム交換やめろ。お前減ったこと勝てもしない人間が仕掛くぞ。うわー早く赤投げろ赤。うわー最低あいつマジで。もうええわ。帰ろ。スリー、ツー、ワン、よーさあ行きましょうか。まあ、ここのコインは取れへんもんな。まあ、序盤でも一番後ろからやったから、5コインはね、ゲットしたままいけるから。まあ、その前張り、うわあ、ごめん、緑コール敵を投げてもうた。やばい、あー、これ折れちゃうな。ちょっとコインいきなり失ってもうたな。グライダーできながら、あ、これ上からいけるのか、ここ。あ、こんな感じ、うわ、なにこれ、大丈夫か。あ、大丈夫や、すげえ。超えてきたわ。あんまりそのルート使ったことなかったわ。あ、これ、停止やな、これ。ゆっくり行った方がいいわ。結局なんかこの部屋ってサンダーだのなんだろ、カードが飛び交うっていうのが分かってるからさ、前行っても危ないよな。アイテムないかな。アイテム今ちょうどスルーしてもうた。コイン回収しながら、ナイスコイン、コインマックス来た。であとはここからアイテム欲しいね。アイテム、アイテム来た。トゲトゴーラを提出していって、まずは1位との距離を詰めていこう。1位の人、ちょっと西村のね、奴隷さんがめちゃめちゃ速いから早押しかけなまずいくんで、どんどん行こうか。さあ、フルダッシュキノコで超インコース、さらにウルトラミターは俺最後伸ばし、もうなんで伸ばしてる、単純邪魔すんなって。クソゴーラが早く、じゃあ俺もキラー欲しい。さあ、お化けナイス。お化けどこで使おうかな。まあ、ここ無敵時間な、3つ持った方がいいよな。サンダー終わってからやな。サンダーというかスター終わってから、ここ無敵時間3つ持ってからアイテム捨てるわ。捨ててで、そのまま交換。ナイス、強い。とにかく無敵無敵でサンダー回避が勝ちやから、ここも無敵時間しっかり見積もっていきましょう。テリサナイス。さあ、インコースからもう5位は上がってんのか。ここ強い、このテリサタイミング、ジャンプションバッチリだ。あかんねん、テリサでもトラックには判定あんねん、すり抜けられへんねんて。ふい、さあしっかりとキノコ、いや前がどうだろう、あんまり詰まってる、前詰まってる、全部捨てよう。もう勝ちに行くわ。キノコ引きに行く、ブーメラン、ブーメラン当たった。西村の奴隷、ブーメランで首切るわお前の。首首首首、よし首切った。ドラゴリン、スリー、ツー、ワン、ザ、ギョーさあ行きましょうか。さっき惜しかったね、もうちょいね、ブーメランが早く刺さってれば勝ってたもんね。これ超インコースやね、バナナ当たらないように超インコースから、オッケーオッケー。で、ここスナイプ、ミドルスナイプ刺さらないでいく。あのキャサリンに勝たなあかんからね。あのキャサリンいい色してるよな、青色の。ほい、しっかりと、で、ここの処理カターンしよう。あ、キノコ間違えて使っちゃってる、嘘やん。あ、お前邪魔やぞ、勝てもしない人間が。さあ、しっかりと横側からいきましょう。あ、ダブライブ取れたんか今の、取れないと思っちゃった。で、このキノコ強いが、まあ、一旦ちょっとコインで入りたいからゆっくりいくわ。ここのコイン4枚強いもんね。で、軽くショートカット入れて逃げさせない距離を詰めていきましょう。シムトモくん4番手、イズアールに対してここは打たないかな。それから見ても即時発射からもう一回ターボ貯めていく。これいいよ、処理がいい感じ。さあ、ブーメラン、イズアールがブーメランで適当に打っとるな、あいつ。あ、ここのバナナ地獄は無理や、さすがにそれは無理、3つは多いわ。パターン、いいよ、コインも回収しながら、やっふー、キノコぶつかっていきますか。ちょっと距離詰めな、まずい。オッケー、コインマックス、やばい、キャサリン、トゲゾゴラナイス、ここぽよーん、ほい。さあ、トゲゾーでやつに扱ってくれ、頼むぞ、いってらっしゃい、トゲゾー。はい、通常ターボ発射から、よし、食らってそうやな、トゲゾー食らってくれよ。食らったか、どうだ、食らってるね、よし、1位が入れ替わった、イズアール。バナナ守って、まあ、ナイス、緑コーラ、まだ守ってくれると信じたしか、信じるしかなかったもん。あっ、こういい処理。さあ、でもイズアールが勝てもしない人間のはずが、あいつ勝てる人間やったんか知らんかった。イズアール捕まえろ、赤コーラ撃て、誰も撃てない、赤コーラ持ってんのに温存しとる、何をチンタルしとんねん、温存してる場合か、爆破しろ。
3、2、1、ギョーということで、伊豆アール君はね、なかなか強いってことが分かりました。三強やね、これね。西村奴隷さん、伊豆アール君、俺の三強の誰が勝つねんっていう、そういうレース展開が続きそうやね。さあ、風を取って、修道君の風を利用していく。さあ、超絶前張りやけど、どうでしょうね。結局、キャサリンもやっぱ後ろから行ってるから、打開が強いから、もうわざわざ打開行ってるみたいやね。しっかりと。土管の真横を通り過ぎて真横音という形になります。ほい、クラクションとりあえず引いて大逃げでいいと思うけどな。3台来たら確かに終わるけど、ヨッシーサーキットの逃げもね強いですから。実際突き放すわ、超絶インドリでロスなく立ち回って、コインマックスのこのピーチの突き放し能力でうわー行くわ、うわー行っといて、ほい、さあすごい手応え。もうちょっとダブルアイテムでクラクションを狙うわ。トゲゾ来てしまった、クラクション来い、クラクション来ないでいく。バナナカンを狙います。無理か、自分のバナナに座るっていうね。バナナカンを狙ったんですけど、サンダー回避きた、よし、でかい。これサンダー回避したことによって一気に加速力あります。さあキラーが来るね、キラーの方が一気に行ったか、どこ行ったあいつ。おい、踏んでくんな、わざと踏んで曲がりきれてないし、だっせ、しばくぞ、ほら、くそ、無理か、赤ゴラ持ってる、ゆっくり行かなきゃ。あ、俺運転やな、わざとチンダチンダ走ってゆっくり行くわ。うわー、嫌なやつ、なんなん、ほんまに煽り運転やって、 A ボタン押してへんやこいつ。橋本君行け、そいつ仕留めろ、そいつマジで A ボタン押してないぞ、舐めとる。うわ、橋本君大丈夫か、橋本君ちゃうわ、早う、あいつ仕留めて、誰か煽り運転やろう。ナイス、よし、ダブルアイテム取れた、どいて、ごめんな、俺がやるからごめんな、よし、溶けたほら行ったわ、そういう譲りが入らなければチャンス、ごめん、ターンミスった、うわー、もうキラーとかもええって、そんな無理やん、キラー来た、やめて、ダブルアイテム行こう、ダブルアイテム、ごめん来た、空中爆発もうええって、ほんまにしろっか、えげん、あもうほんま行け言うた瞬間すぐひっくり返るやんけ、ゴリ3、2、1、ギョーさあ行きましょうか。ヨッシーバレアちょっと得意やから、ここ1位取りたいな、ここで取らなきゃいけないわ。ヨッシーバレアはね、こっちループとかめちゃめちゃコイン強いからね、行こう、久しぶりやな、こっち初動のこっちから行ったらね、もう大体コインマックスになってますからね、一気に着順下がるけど、はい、こっからも4枚取ってるっていうのはやっぱでかくて、あんまでかくねえな、思ったより、ちっちゃいね、ほい。さあ他の人物どっから行ってんの、いろいろなルートが行ってそうやね、今まで7位やもんな、俺遅いとか言ってるはずやのに。コイン回収しながら、あと1枚、よし、これでまあマックスなんで、あとはもうこっからもう前張っていこう。サンダーナイス、しかもキノコあるから強いよ、痛い、今のギリギリで避けようと思ったのに、さらにコインロスしてしまった俺。ナイス、他の人物落としてコイン、あ、もうトゲゾとかも行ってるし、早くね展開、すごいすごい、トゲゾこれが1位の人に襲いかかります。ヨッシーがすごい手応えやな、はい、キノコあげるわ、ここまっすぐバックスナイプ来るかもしれんが、どうか、バックスナイパー来ないが通常スナイパーやね、しばくぞ、普通にデイジー、いやらしいなそれ、ほい、ダブルアイテムから、まあいい位置つけれてるから、もう一回トゲゾ待ちかな、ここは緑でガードしとこう、後ろじゃ赤コーラ持ちすぎやわ、ウルトラミニターボコイン残らないでいく、そこのコインは残るんかい、まあ、ここはね、アイテム効果なしで防御重視でいいと思うわ、結局トゲ待ちやし、うわーもう嫌やなそれ、ほんま前からも後ろからも攻撃来たね今ね、トゲゾ来た、トゲゾ行け、刺され、よーしょー、刺さっていく、ナイス、デイジーが1位浮上、来た、うまい人、キャサリン来たね、あいつ手応えありそうや、俺コイン少ないから多分キャサリンの方が早いね、準備してきてると思うわ。サンダー、ここはどうか、やばい、なんか来た、あいつサンダー回避せ、一人まずい、行ったな、あいつ1位まで行った、ヨッシーがキラーとかも来る、まずい、一気に凝縮してきた、あー、しかもダブルアイテム、お前邪魔じゃん、お前俺に譲れ、人のアイテム取んな、ヨッシーの声が聞こえる、みんな来た、さあもう凍結バーサスね、もう来へんと思うから、あとはもう自力で勝負、うわーもうええって、一生懸命やってんのに、くっそー、最後のショートカットで何人抜ける、あかん、みんなショートカット行けるから、ショートカットが通常ルートになっちゃってる、こ
ール、チャンス。ドゥーワンザ餃子行きましょうか。チーズランドですね。これはさすがに後ろから行った方がいいよな。ほらこの人もゆっくり行ってるわ。さすがにチーズランドはまあ打開やんな。もう3打開だの7打開の下は強いから、あかん、いけない、これ危なっ。もう前出ちゃった、すげえ。よっぽど人気ないね、逃げるのって。すげえな。どっから行ったらいいんだよ、こんなみんなが打開のさ選択してる場合って。そんなんしてたらもうチンタラしてねえと思うよ、行っちゃうよ。そのままもう逃げ切ろうぜ俺らで、シムトモくんよ。急ごう、ここショートカットで、もう行こう行こう行こう、仕掛けるわ。はい、ショートカットでガッツリ仕掛けて次話すわ。このまま勝ったら終わりやで、後ろ行ってる奴ら周回遅れレベルやん。行こう行こう行こう、ここのパワフル出し機のことがめっちゃ強いからな、気持ちはわかるが。うわー、3段切れしまった。でキャサリンがもう3段回避入ってるわ、すごい。まずい、まんまと術中にかかってるという形になりそうですが、キャサリンがすごい勢い、もう来んのかな。でもキャサリンこんな時に上がってたら別に俺とやってること一緒やもんな、結局同じやん、打開になってないもんな。キャサリンまだ仕掛け早いよこれ。トゲのコーラ行きましょう。わざと落ちることによってトゲ回避狙います。 OK、 トゲゾーンをフランスの方やね、フランスの方に直撃させていく。いいよ、アイテム交換からクラクションを持ってるの強いぞ。クラクション使いたくない、使わずに、よし、これでトゲ譲りされても大丈夫やし、いい位置ではあるね。クラクションをちらつかせて、お、見えない、いかが刺さるね。緑スナイプ来るかな、大丈夫か。緑スナイプ来たけどかわしていく、でかい超絶緑、いかないタイミング、ここに打ち消せるわ、完璧や。勝ったんちゃうかこれ、逃げ切りで。ウルタミターボを伸ばし込んで早め着地から次のターボ狙います。ここしっかりと赤コーラ回避しつつ、間間割り、トゲゾコラ来るんか、ここでトゲゾコラ逃げ切りたい、ここはトゲゾコラ逃げ切りたい。無理か無理か、逃げ切りたかった、マジで悔しい。フッ、ジャンプアクションで2着ゴールインです。ドゥーワンザギョーザ行きましょうか。メリーなんとかやってやつやでしてさ、メリークリスマスよ、すげえ。ヨンタクロースや、ヨンタクロースはおらへんけど、なんか列車やな、プレゼントを持ったさ列車が走ってる、楽しい。俺これがいいわ、しかもちょうどシーズン的にもマッチしてるよね。12月、うわーすげえ、トナカイや、空飛ぶ列車、これは楽しいやろ、喜ぶわ子供、俺も子供や、喜ぶわ。すごいいいですよね、世界観が。おっと、ここは何か直撃していったね、アイテム回収していくわ。観覧車みたいなのあるん、これほらロープウェイ言うんですかね、楽しい、こういうのやっぱ好きやわ。サンダー、あれまたサンダー、さっきもサンダー来たっけ、サンダーで記憶が飛んだの。1周目はコイン全然ないという感じになってもだから、急いでコイン回収向かいたいが、今月のこれ保持なんや、トリッキー、頼むあげんか、そう投げて。これ列車ルートもあるやん、あー列車ルート行きなかったら無理か、落ちてしまったわ。全然ちょっと走ったことないからな、まずいね、そろそろ前行かんと。こっちコインマックスや、強い、一旦ゆっくり行ってスター来い、ナイスファウル出して、もうファウル出して使ったわ今、次のアイテム交換しなあかんから。シムートモクの姿そこにあり、アイテム交換したい、これで取れた、1つは取れたね。赤ゴールは3つ持ってるから、これゆっくりとはいえわざと早く全部投げてくれ。あーもうないんやねん、ちま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 と。赤ゴールはもう投げ終わったか、いや投げてないな、あいつ早う消極的やのも早う攻めんか、ロゼッタがね攻めてくれないと俺らも攻められへんからさ、むしろ立ち往生になってまうねん。背中後ろ押して無理かー、今ちょうど見せてね、押した瞬間背中いかなと思って、ごめんね。あサンダー持ってるやん、トリピー、そうトリピーサンダー持ってるよ、かった後ろ抜けて、これナイスやぞ、落ちるキノコで、しかも実質サンダー回避や、でかい、これあるぞ、ごめんね TK 吹き飛べ、ふっさあ、うわー邪魔すんなよそこのトゲゾコラ、ただリカバリーあるからまだ諦めんな、急げ急げ、あるぞ、ふっ、アイテムワン効果のみ、スター来るか、スター来た、ここはまだ我慢どころやな、てかもうあれゴール、うせん、あれゴールやん、うわー取られたー取られたけど、まあ着順には影響出ないかね。3、2、1、よーさあ行きましょうか。ブクブクビーチですね。ちょっと1位がなんか遠のいてきたな、なんでや。
マークされてんちゃうか、俺が狙われてるよな、明らかに。そういうこと可能性もあるね。ちょっと舐めてんな、人間が。うわー、ここ俺たちちゃんと行こうぜ。ちょっとチーム的にしっかり行かんと誰も勝たれへんで。結構そのアメリカのマークも出てるからね、アメリカ勢がチーム組んでる可能性あるんでね、これやったらあかんねん。チーミング的にさっきからやられてる可能性があるから、もしかしたら我々しっかりと本田助さんとかね、シムトン組んでチーム組んで最後出し抜いていかないとあかんのに、俺らでぶつかってる場合ちゃうで。ほらで、ここでしっかりとスタート。ポイン欲しい、取れないか。おっと、これ喧嘩やっている。壁に体をぶち当てられるから耐えていきます。テリーさんまだ早いかな。テリーさんまだ温存しよう。まだ後ろが離れてないからサンダーはまだ来ないと思うのな。何か危ない時に使おうかな、ここは。ほい、食らいそうやなと思ったら使うわ。大外から1位の人って初の離れてないよな。離れてないね。ってことはテレサキープでそのまま総力だけで詰めるのが一番ベストだよ。来た、でかいでかいでかい。さあ1、うわー、まあお化けは使えないよね今のタイミングは。ちょっと一番後ろの人がキラー乗ってたから今じゃないかなと思っちゃった。ただそれでも普通に上位やからええわ。よし、おし、今のでかい。テイク入ったね。テイクジャンプアクション。いけ、さあ、相手取っとくぞ、これ、ナイス。いいタイミングやね、それは。巻き添え食らいそう。うわ、やっぱ巻き添えしてくるよな。わざわざブレーキしてきやがった、あいつ。急ごう。ダブルアイテムからの、キノコターンでかいな。キノコターンであれば、ここ、切り込めるから。ブーメラン、頑張れ。さあ、ボムヘイは適当な方向行ってる。緑ボーラー持った人間が失礼しますよ。いた、一発二枚抜きかよ。ただ前近いからまあチャンスある。やり合え、やり合ってくれ。本能くせ、早く仕留めろあいつを。アイテム持ってんちゃうんかい。仕留め損ねとるぞ。おら本能助さんくらい。さあここ本能助さん仕留め損ねてるね。3、2、1、ギョーさあ行きましょうか。ドルフィン岬はねマジで勝てねえわ。強い、まあ、さっきのでもチャンスはあったよな。ほんまにあと少しやった。さあここはしっかり加速していって、一気に2番手、1位の逃げやりたいねんけどね、あのサンダー来るから結局なんか運ゲー入ってんのな。後ろのやつがね遅すぎて勝てもしない人間が邪魔ばっかしてくるんですよね。それが困る。俺とか全然さっきからサンダー使ってへんやん。ちゃんと勝てる人間はやっぱ前におるからさ。さあごめんね、なすりつけるような形になっていく。本日は大丈夫か。ごめん遅い、 A ボタン押してちゃんと。ふっ、アクセル踏んでない可能性があるからね。ガードします。オッケー、乗り越えでガードして2位上がっていく。さあどういう表情なんでしょうか、ポンマスさんは。ほい、ここ怖い。うわ、なんや、俺の子狙ってくる。ファイヤーで俺の子狙ってくるのか、まさか。逃げた方がいいな、ファイヤーの角度が届かないところで逃げよう。ふっ、ウルトラミニターボから1位誰、ヨッシー、シブトモ君か、まさか突き抜けてんのかあんた。違うよね、シブトモ君そんな速くないよね。マリオカードって結構その人によってエンジン違うからさ、シブトモ君がそんな1位で速いわけがないの。ほい、クラクション強いが1位が速すぎて姿見えへんねんけど、誰あれ、めっちゃ速い。トゲゾーいって、ナイス。ここトゲゾー1回待とう。トゲゾー行ってらっしゃい。オッケー、これ俺がクラクション間違えて使ったらね、トゲゾー壊しちゃう可能性あるから一発食らってもらおう。オッケー、一発食らって、こっからやね、奇襲かけたいな。ウルトラミターボ、さあイカちゃん、これクラクション押せとこ。一瞬一判定、何これ、押したぞ。おい、何や、やめろって。何、落ちた赤ゴラいっぱい来た。ふっ、さあ無限のジャンプアクション打ちます。えげっ、あとはあのナイフ仕留めなあかんな。ちょっと風くれ、風、お前の風をこらえたい。きゃ、風来た、トゲゾー、よし、トゲゾー今ジャンプで避けた、ナイス。ナイスさん仕留めたでしょ、これナイスさん仕留まった。かわしていく、蛇行運転からキノコでゴールインです。よっしゃ、1位。それではご視聴ありがとうございました。